んで、さすがさんも。もうケーブルカーって何分に1回出るのすんごい待ってたんですよ。これで3回目1回小屋さんに行って2回目は坂本圭さん刺さってもらったらいい。お待たせいたしました。本日はニューケンケーブルをご利用いただきましてありがとうございます。妙見ケーブルは当店妙見さんへの参拝者の予想を目的として大正14年に運行を開始いたしました。その後千日堂の手伝いの教室により一時運行を休止しておりましたが昭和35年に再建し運行になりました。当ケーブルは先ほどご乗車いただきました黒川駅開発490メートルの産業駅は高低差229メートル最急勾配23度666メートルの片道約5分で運行しております。皆様左手眼下に広がっております里山はマキアスニアを生産を目的として定期的に伐採し利用される自治林のこと。この里山は一旦一の里山として非常に貴重な自治林でございます。それではこの里山の自然をお待ちしていただき妙見さんとの楽しみにお過ごしくださいませ。ありがとうございます。Thank you.
よし。